五竜城は高立盆地の西南端、丘陵先端部に築かれた山城です。宍戸氏が築き本拠とした城と伝えられています。南北朝期に日立の国の宍戸浅家が安芸守に任じられ高立省に入りました。やがて戦国時代に入り、宍戸高家が毛利元就の娘と婚姻して毛利一門となり、以降五竜城は宍戸氏の最重要拠点として1600年毛利氏の暴徴威風まで五竜城も存続したと考えられています。江の川、生田川を天然の堀とし、盆地全体を見渡せる要害の地に五竜城は築かれました。五竜城は舗装根を巧みに利用して築かれました。矢倉の段付近と本丸、三笠丸と大きく3つの区域に分けられます。北東の神社から登っていくと土塁と堀切りを目にすることができます。やがて一位の段から三の丸、本丸と広い曲輪郡につながっていきます。舗装根の地形を加工し平坦面を増やすためだったのか、石垣が多くの場所で見受けられます。広大な本丸の西側には多くの石垣の跡が残されています。本丸の南西の高台を越えると落差数十メートルの堀切りが行く手を阻みます。堀切りの中央部には二重堀切りのような畝が築かれています。三笠丸に向かう途中にも連続した堀切りが築かれています。やがて三笠丸へ続く広大な曲輪郡にたどり着きます。三笠丸は周辺の曲輪含めて本丸周辺以上の広
広い空間が築かれています。本丸から城域が南へ南へと拡張していったとも考えられています。三笠丸からさらに南部には落差あるキリギシと連続横堀が築かれています。横堀を挟んで南側にも小さな車場があり、背後への守りを意識しているようにも見えます。三笠丸の周辺にも石垣が良好な状態で残されています。現在は県指定史跡となっている巨大城郭五龍城。高田町を見つめながら、五龍城は今も静かに生き続けています。